1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。10月5日、時刻表記念日。1894年10月5日に光陰新使者から日本初となる本格的な時刻表、汽車汽船旅行案内が出版されたことにちなんで記念日が制定されています。福沢諭吉の勧めにより実業家の手塚武正氏が発行したもので、イギリスの時刻表を参考に発車時刻、運賃、寄港分などが掲載されていたそうです。またこの功績が称えられ、手塚武正氏は時刻表の父と称されています。レジ袋ゼロデー。ゴミ減量のためにマイバッグなどの持参を呼びかけることを目的に、日本チェーンストア協会が10月5日に記念日を制定しています。2003年からは内閣府も環境に優しい買い物キャンペーンを展開しており、10月はマイバッグキャンペーン月間として推進しています。近年では大手スーパーやコンビニなどでもレジ袋有料化が進んでいるほか、多機能マイバッグなどのアイデア商品も多数登場しており、レジ袋を減らすための施策がいろいろな角度から展開されています。世界教師デー。1966年10月5日に教師の地位向上に関する勧告が調印されたことを受け、ユネスコが記念日に制定した国際デーの一つ。学習指導だけでなく、生徒や保護者との関係構築も担う教師の地位向上が提唱されています。また上記調印を受けて、日本でも独自に10月5日を教師の日として、認定特定非営利活動法人 Teach for Japan が記念日に制定しています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日。今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。